こんにちは、井上です。最近自分のお尻が大きいとお悩みではないですか？痩せてきたけどお尻だけ全然小さくならない、そんな方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今日は皆さんになぜお尻が大きくなってしまうのか、そしてお尻の大きい人の改善方法をご紹介します。自分の立ち姿勢を見てもらいたいんですけど、普通にまっすぐ立ってもらってつま先を真正面に向けます。この時に膝の方向って皆さんどこを向いてますか？ちゃんとまっすぐ向いてますか？つま先はまっすぐなのに膝の位置がちょっと内側や外側に向いてる方は、実は股関節の歪みがある方が多いですよ。この股関節ってお尻の梨状筋っていう筋肉がくっついている関節なので、これが収縮したり伸長したりすると膝の形が変わってきて、要はお尻の筋力が弱くて代謝が下がってます。なので股関節を動かして梨状筋をエクササイズするとお尻が小さくなりやすい形を作れるので、今日は股関節を正しい位置に戻すエクササイズをご紹介してますので、ぜひ一緒にやりましょう。それではまずこのようにうつ伏せになってください。そしたらかかとでお尻をこう叩くようにパシンパシンと、もうこれを1分間いきます。数えます。はい、用意スタート。これはですね、お尻の筋力が弱い人ってこのもも裏の筋力がねめちゃめちゃ弱い人が多いんですよ。もも裏の筋肉弱い人多いよね。多いですね。ね、こうやってやった時にね、かかとがお尻につかないっていう人結構多いんですよね。相当それはね固まってますね。そうですね、うん、やっぱそういう方、太ももの前側がすごくこう出っ張ってるような感じで張ってる人も多いですしね。そう、やっぱこの前側のももが要は伸びない、こうやってやった時にかかとがお尻につかないぐらい収縮しちゃって固まってるんで、お尻にタッチできるぐらいまで柔らかくならないとね、なかなか難しいですね。これはもう日常でなんかテレビ見ながらとかやってもらえるといいですね、うん、そうですね。30秒とかしかやらないとそんなに筋疲労しないんだけど、はいはい、さすがに1分やると疲れるからさいや、それぐらいやっぱこう使った方がいいと思うんだよね。確かに普段休んでるから、そう、そこをしっかり今使って、はい、1分経ちました。 OK。 そしたら今度はくるっと横向きになります。45度45度、こんな感じで45度45度、膝を曲げます。そのまま膝をこうやってバカバカしていきます。これを40秒いきます。いきます、用意スタート。こんな感じでトーンで膝は浮かせたまま、ここで上げすぎず、うんうん、下げすぎずで、ここをなんかチロ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 する感じですここをなんかチロチロって、いや、わかるでしょまあまあまあ、そうですね。やっぱりさ、あれだよね、感覚的なものが一番伝わると思うんだよね。確かに確かに。そう、ここをチロチロするっていうので伝わるでしょうね。はい、なんかこう数値的にこの45度の位置をキープして、はい、こうね、何センチずつ上げるっていうよりね、はい、ここをチロチロするが一番みんなに伝わるはい、はい、いいですね、チロチロしてますね。はい、40秒経ちました。 OK。 そしたら足をベトッとこっちに寄せる。そのままこう足をこうこっちに上げる、下の足を。30秒いきます。いきます、用意スタート。だいたいこの梨状筋がこう固まってる人って内転筋が動きづらいので、こうしっかりこう動かすというエクササイズもついでにやることでお尻がピンってなります。引き上げるときは意識は太ももの内側でこう上に上げる感じがいいですよね。そうです。これいける人はもうこの辺でチロチロやっててほしいんですけど、疲れる人はもう下ろしてあげて、下ろしてあげてってやってあげるといいかもしれない。はい、30秒経ちました。 OK。 そしたら今度逆側いきます。よいしょと、今度はこちら側をチロチロしていきます。40秒かせます、用意スタート。これ多分金子さんできないと思う。ちょっとなんかそうですね、その辺でチロチロは難しいかもしれない。そうなんです。こんなもんさ、はい、なんだろうね、運動かねって感じだよね本当に。そのね、なんかやっぱ感覚人によって違いますよね。剛さんやるとなんか、なんだろうねこれ、運動かねみたいな感じじゃないですか、うん、僕やるともう運動会運動会です。そうですか。はい、すごいね、もう接戦だね、もうはい、はいはいはいと、そうそうそう、はいはい、40秒経ちました。 OK。 今度は足を前側にこうやって内側を伸ばしながら、はい、30秒いきます。いきます、用意スタート。もうほんとね、こんなに上げなくてもいいんで、この辺でちょろちょろっとやってくれてればいいですよ。はい、
はい。いやこれ地味なのよ、疲れ方が。そうですね。めちゃめちゃ小さい筋肉をさ動かしてるからさ、めちゃめちゃ地味なんだよな。地味なやつって結構疲れますよね。そうなんだ、まあ、大きい筋肉じゃなくてそういうちっちゃい筋肉を動かすっていうのは、はい、なかなかきますからね。そうです。でも大事なんですよね。そうです。はい、30秒経ちました。 OK。 そしたら今度は膝を曲げてこのように浮かせます。そのまま曲げたままこうやってドンドンと、こんな感じで40秒やっていきます。いきます、用意スタート。足を広げてポイッと閉じる。はい、はい、これ今仰向けですけど、まあ椅子に座ってるような体勢ですよね。そうですね。膝と股関節を90度曲げて、うん、もうね、ここになんかタブレットかなんかあればこれでもうね、ズーム会議に出れますから。これ寝てんのかどうか分かんないですよね。分かんない、ここにあったら、はいはいはい、全然これでズーム会議できますよ。会議しながら髪の毛がパーってなってると寝っ転がってってバレるから、はいはい、しっかりこう整えてね。会議しながらも運動ができますよ。そうです、そうです。なんとも意識の高い。そうですよ。はい、40秒経ちました。 OK。 皆さんお疲れ様でした。皆さん立ってみて膝の向きどうですか？正面向いてますか？まだ向いてないっていう人はもうちょっと運動した方がいいかもしれないけれど、立った時お尻が全然違う。俺引き上がってますか？キュッてなってるのと、マジでここがへこんでる、お尻のこの側面がキュッて、股関節についてる筋肉を動かしてこんなに変化するんだろう。勝手に自分だけが感じてる、皆さんに感じてほしい。今日の内容は股関節周りもそうなんですけど、骨盤底筋の筋肉もしっかりと動かしているので、頻尿や婦人科系でお悩みの方にもとても効果のあるエクササイズになるので、骨盤周りの筋肉を動かして不調も一緒に取り除いてお尻痩せをしてください。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようなアピアランス TV では、今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々を増えてほしいと思い動画を投稿しているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。